四ツ谷用水四ツ谷用水とは、宮城県仙台市に存在する用水路である。四ツ谷関とも言う。江戸時代に改作されたもので、本流と支流が仙台城の城下町をくまなく流れ、生活用水や灌溉用水、排水に用いられた。近代以降、支流は暗渠化されたり埋められたりして、次第にその姿を消し、 現在は暗渠化された本流が工業用水道として使用されている。四谷用水の本流は佐六地区において広瀬川から取水され、千穴を経て、八幡町、北六番町を投流する。本流はもともと宮町で梅田川に注いでいたが、現在、工業用水道としての水路はさらに東側へと続いている。江戸時代には、 本流の流路は、城下町の北部にあたり、そこから支流が分岐して、城下町をくまなく流れた。四谷用水が詳しく記入されている1692年の五城下町割絵図、1724年の絵図を、はじめ、1844年の五街道並木道筋図、1875年の宮城郡仙台長寺引き図などをもとにすると、 北三番町堀下流部を除いた用水の総延長は、八幡町五丁目より下流部が約 41km、これより上流の導入部が約 3.2km で、合計約 44km となる。広瀬川からの取水部の標高は約 65m、梅田川への放流部の標高は約 40m で、両者には約 25m の高低差がある。 この間の本流の延長は約 7.2km である。全体を平均してみた場合、約3.5パーミルの勾配によって本流が流れるようになっていた。宮城調子によれば、四谷関の取水口にあたる地には、もともと四軒の民家があり、これから生じた四家の地名が四谷に転じ、関の名前になったのだろうと推測している。一方、佐藤明則、利水。 水運の都仙台は、宮城町市の説を紹介しつつも、はり、金沢、清沢、鳥沢、えっくり沢の四つの谷を、木戸井の水道橋で越えて水路が建設されたことが、四谷関の名前の由来であろうと推論を述べている。また、城下町の南東を流れる、真こべ堀という水路があった。これの水源は、四谷用水とは異なるものであるが、 四谷用水の抜流が流れ込んでいたことから、マコベイホリが四谷用水の一部と見られることもある。四谷用水の不審の記録が見られる文献資料として、高知行比したおおとばりがある。これによれば、四谷関は四谷関不審奉行だった、うつし総兵が1627年から1629年にかけて完成させたものであるという。えずに、 四谷用水が現れるのは1664年の仙台城下図が初出である。1691年、または1692年の仙台城下合理系図には城下にくまなく流れる支流が描かれている。このことから四谷用水は元禄の,の頃までにほぼ完成したのだろうと推測されている。うつし総兵の他には河村重吉やその用子である。 河村元吉がこの水路の建設に関わったと考えられている。五六の取水部は洪水時に流出したことがあり、当初の位置より800メートルほど上流に移った経緯がある。これによって水路の線穴が1箇所増えて計4箇所になった。四ツ谷用水は城下町の生活用水や防火用水として用いられた。ただし飲料水とはならず、 荒い水などに利用されていたのだろうと考えられている。また、後の昭和30年代に行われた水路のコンクリート化で井戸が枯れたことから、かつて四谷用水は地下水を寛容し、井戸の水位を押し上げていたと考えられている。同時に四谷用水は排水路でもあった。生活排水もそうだが、当時の城下町周囲の湿地では水が湧き出ていて、 この湯水の排水も水路の目的だったと考えられている。そしてこの水は四谷用水の下流域で灌漑用水として利用された。四谷用水の水量は豊富で、城下町の北部で桜川と呼ばれたり、下流川の小田原村で平和田戸川と呼ばれたりして天然の河川と誤解されることもあったらしい。また生活排水が流された下流域の流下では、 四ツ谷用水は、悪水堀とも呼ばれたが、生活排水によって、不栄養化した水は、農作物の生育に役立った。四ツ谷用水が流れた、大町十二丁目、大町三百四十五丁目、新天間町、国分町、魚町、立町、二日町、本材木町、北材木町、柳町、南町、南町北目町、北梶町、南梶町、 田町、国町、上染市町、南材木町は、水下十八町と呼ばれた。これらは、藩の役人の下で、用水管理の責務を負わされ、用水路の掃除、清掃を行っていた。春と秋の合わせて2回、大掃除が行われ、四つ用水のおでいが取り払われた。また、寒い時期に水路に氷が張った場合は、これを荒らなくてはならなかった。年末には、 四ツ谷用水の上に正月の調度品を売る仮設の店舗が設置され賑わったという。1822年に四ツ谷用水に赤子の死骸が捨て流される事件があった。この頃は赤子養育手法というハットがあり、これが行き届いていないことによる出来事として仙台藩はこの事件を問題視した。明治時代になると四ツ谷用水は不衛生な状態となった。このことは 井戸水の水質に影響を与えた。1888年水質検査が行われた仙台区の井戸5507本のうち陰陽に適している水をたたえていたのは131本だった。仙台で上水道や下水道の整備が行われるのはこの頃からである。生活用水として使われなくなった四ツ谷用水は速攻かあるいは安居化された。一方、 灌漑用水としての利用は続いた。水不足の年だった1901年、原町の農民が四ツ谷用水を年度張りでせき止めたために、下流域の6号、7号の農民が原町の農民を襲う事件が起きた。太平洋戦争中には四ツ谷用水は空襲時における防火用水として着目され、回収を受けた。ありがとうございます。